RD はドキュメントフォーマットの一つで Ruby スクリプトに埋め込み可能であるため Ruby 関連のドキュメントによく使用される w i k 文法に似たマークアップを持ち HTML などよりも簡潔に記述できる Ruby スクリプトに埋め込む場合はイコールビギンとイコールエンドで囲んだ部分に記述する RD で見出しは次のように記述するイコール最大見出しイコールイコール大見出し 段落1、イコール、イコールイコール,コール中見出し、段落2、イコールイコールイコール中小見出し、段落3、小見出し、段落4、最小見出し、段落5。出力される HTML はほぼ以下のようなものである。H1 最大見出し、H1、H2 を見出し、H2、P 段落1、P、H3 中見出し、H3、 P 段落 2PH4 中小見出し H4P 段落 3PH5 小見出し H5P 段落 4PH6 最小見出し H6P 段落 5P 順序のない箇条書き続き開業があっても良い入れ子にすることができる順序付きの箇条書き続き 違う種類の箇条書き。html ハイパーテキストマルクアップランゲージの略。rd ルビードキュメントフォーマットの略。上の rd はほぼ以下のように変換される。うる。li 順序のない箇条書き。li.li 二 LI つ目の項目。開業があっても良い。うる。li 入れ子にすることができる。li. うる。li. うる。おる。 Li 順序付きの箇条書き、Li、Li 続き、Ul、Li 違う種類の箇条書き、Li、Ul、Li、オル、デシリットル、DT HTML、DT、DD、ハイパーテキストマルクアップランゲージの略、DD、DTRD、DT、DD、r u b ドキュメントフォーマットの略、DD、デシリットル、項目が入れ子になるかどうかは、 自げの深さが等しいかどうかで判定される。ありがとうございます。